Guten Tag, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Aki Yamamoto. Ich komme aus Japan und lebe in Deutschland. 今日もドイツにある僕のアトリエからお届けいたします。僕の作る製品は Made in Germany, Made by Japanese ということで、日本全国いろんなお店でも取り扱っていただいてますんで、興味ある方は詳細欄とかからねリンク貼ってあるのをぴょんと飛んで見てみてください。で、この動画は、レザークラフト自分で作る人、もちろん作らない人もいろいろ見てくれてるので、誰が見ても楽しんでいただけるような動画作りっていうのを目指して、革の魅力だったりとかレザークラフトの魅力っていうのをお伝えしていってますので、楽しかったよとか勉強になったよっていう方は、応援の気持ちも込めて高評価、チャンネル登録ぜひお願いいたします。で、今回の動画は長財布のオーダーメイドのボリューム2ということで、今回で完結編になります。じゃあ早速やっていきましょうか。ゾウロスケです。それではまずはファスナー、これ貼ってきます。で、ファスナーテープね、よーく見てもらうとね、何ミリかごとにテープの目が切り替わってるんですよ。で、それを目安に貼っていくと結構スムーズに貼りやすいです。で、ワンポイント、ちょっとこれ両端を少し下にグイッと下げてあげると、こんな感じでね、ファスナーの収まりがいい感じになります。これが小銭段の裏側になります。で、小銭はね、擦れやすい、革だと擦れやすいところでもあるんで、裏は布を使ってます。で、そこの口前を縫っていきます。で、これ表側からしか見えないじゃないですか、縫うときって。だから裏側の布を間違いなくちゃんと一緒に縫えてるかっていうポイントもチェックしながら縫っていきます。そしたらさっき縫った小銭段を前段ですね、前回の動画で作った前段に取り付けていきます。で、これも両面ちゃんと糊を塗って、で、ピタッと貼ると。で、前段と小銭段を高さ5ミリ変えてあるんですね。で、その5ミリを変えることによってファスナーがちょうど隠れるっていう感じですね。したら今度これにマチを取り付けていきます。マチとこの前段はもう本番のサイズなんですよ。なので立ち落としとかも全くない状態なので、ここはもう手張りではあるんですが、ピタッと面が揃うように綺麗に貼っていきます。順当に貼れればもうどこもズレがないように貼れるようなサイズでもう図面を書いてあるので、革をすくときに変に伸ばしてしまったりとか、そういうことがない限りはもうピタッといくようになってます。そしたらこれを四方を縫って、で、コバ作りを進めていきます。そしたらまずはコバ液塗っていきます。コバ作りに関してのもっと詳しい動画は今上に出てる動画を参照してもらえると、結構ね詳しく説明してるんで分かりやすいかと思います。そんで次は粘ですね。粘は温度とあとコバ液の乾き具合は注意が必要ですね。コバ液がめちゃめちゃに湿ってる状態で思いっきり温度上げた粘を引くと皮が焦げます。で、皮焦げてしまうとバリを取ろうと思っても全然取れないし、そもそもね、なんかあんま綺麗なコバに仕上がりづらいんですよ。粘も綺麗に見えてこないし、なのでそこは注意ですね。そしたら丁寧にやすって指の腹でバリがないかを確認して、で、ここから磨きの工程に移っていきます。そしたら磨き用のこれ水です。水を染み込ませて、で、水が乾ききる前に磨き始めます。で、磨くときは力を入れすぎず押さえつけすぎず、指の腹が触れているぐらいですね。で、これを擦ることによって摩擦熱で皮の表面を締めていきます。次は色付けですね。今回の製品は緑がポイントになっているので、コバにも緑を入れていきます。で、このコバを塗るときなんですけど、結構綺麗に磨いたつもりでもね、1回目ってなかなかね乗りづらいんですよ。こういう厚めのコバだと、薄いのだとね結構綺麗に乗るんですけど、1回目は厚塗りしたくなる気持ちを抑えて、薄く塗って、で、気になるところはこうやってやすってっていう風にして2回、3回と丁寧にやっていく。薄く塗ってよく乾かして、気になるところはやするですね。これを繰り返すと3回目ぐらいからね急に綺麗になるんで、ここはね焦らずにやっていくっていうことがすごく大事ですね。次は身頃を吊っていきます。で、身頃を吊るっていうのがどういうことかっていうと、これ今ね、今身頃表に糊を塗ってるんですけど、身頃の四方ぐるり一周ですね、と身頃裏の四方ぐるり一周に糊を引いて、真ん中は張ってない状態ですね、浮いている状態ですね。で、それで身頃を折り曲げた状態で貼っていくっていう工程なんですけど、
で折り曲げた状態で貼るためにスリ板っていうね、こういう自分で好きな角度に削り出したものなんですけど、この板にピタッと沿わせて貼っていくんですね。そうするとこの曲がった状態で身頃がキープされる。でこの曲がった状態っていうのが財布が閉じている時の角度というか R ですね。でこれを出すためのものです。そしたら今塗っているのが向かい段側ですね。厳密に言うと向かい段の奥見つけ裏ですね。ここに糊を塗って、その後身頃裏に糊を塗って、両面糊を塗った状態で取り付けていきます。でこの次っていうのは、前段を取り付けるっていう工程になるんですけど、さっきも言った通りでマチがついている前段っていうのはもうすでに本裁断が済んでいる製品の仕上がりのサイズになってるんですよ。なのでこの向かい段と身頃を取り付けたこのパーツ自体も一緒に製品のサイズに仕上げる必要があるんですね、先に。なのでそこを本裁断をした上でこの前段側を取り付けていきます。で前段側を取り付けていく上でとても大切になってくるのがこの有幅ですね。有幅がちゃんと均等に取れているか、左右で、ポイントとしては左右と真ん中ですね、測るべきなのは。でここがちゃんと同じ幅で取れているかどうかっていうのはきちんと確認しておきます。でこのね、1ミリって、1ミリはでかすぎるな、 0.5 ミリとかでもずれてると、もう明らかに表情がねちょっと歪んで見えるんですよ。以前ねバッグを作る職人の人とかと話をしてた時に、型紙の 0.5 ミリとか1ミリの誤差とか、あとバッグ製品に仕上げる時のね1ミリとかの誤差って、そんなに気にすんのみたいなことを言われたこともあるんですよ。ただねやっぱ作るものの大きさが違うじゃないですか。だからお財布って言っても、この長財布だと横幅が190ミリっていうね、結構大きい方なんですよ、乾くものだったら。ただバッグで190ミリのものってすごい小さいじゃないですか。だから仕上がる製品の大きさによってそのミリ単位の重要度って変わってくると思うんですけど、革小物で1ミリ歪むって、バッグで1ミリ歪むのと、比じゃないんですよね。感覚的にはもしかしたらバッグで1センチ歪むっていうぐらいかもしれないです。要するにそれを歪むことによって表情の見え方が変わってしまうっていうぐらいインパクトがあるっていうことですよね。そこはやっぱ気をつける必要がありますよね。次は糸止めですね。でこれもここまで来てしまったら、あとで糸止めをしてね、仕上げのコバっていう風に進んでいきます。でこの糸止めもね、より詳しく説明したものが過去に動画撮ったので、これ今上に出ているところとかで確認していただくと、この糸止めもね結構製品の表情とかクオリティを左右するすごく大事なポイントでもあるので、ここもバッチリ押さえていくとよりいいものが作れるようになっていくと思います。そしたら毎度毎度ですが、コバ仕上げていきます。まずはコバ液を塗って、でその後念を引いて、でやすって磨いて色付けっていう大きく分けて5つの工程で進んでいきます。で詳しくは、さっきも上に出したんですけど、今回もまたちょっと上に出しておきますね。でこの動画を見ていただくとより分かりやすくコバだけを説明した動画なので、もうコバのことをもう少し知りたいっていう人はこれ見てみてください。でマチとかがあるときに念を引く場合は、マチの間にね何か1枚厚紙でもいいですし、今皮引いてますけど、なんか1枚かますとね非常にやりやすくなるんで、よかったら試してみてください。したらこれもしっかり、ちょっとやすりづらいんですけどね、マチがついてるとこは、この場合はへり返しじゃなくて前段側もコバになってるんで、やすったところで別に大した問題じゃないですね。もう一回色つければいいので。ただこれがね、前段をへり返しで仕上げてる製品だと、もう絶対にやすって傷つけちゃいけないので、そこはマチの中に指入れて膨らましながらやするとか、そういう工夫は必要になってきます。そしたらいよいよ仕上げのコバの色付けですね。でここはねもう本当に仕上げなんで、ミスをしたら結構そこをリカバリーするのも手間がかかるっていうところはポイントですね。例えば今この塗った時に厚塗りをしてステッチにコバがついてしまったってなったら、そのステッチ縫い直さなきゃいけないんですよね。で縫い直すためには、当たり前の話ですけど、一回ミシンほどいて、でその後にもう一回縫い直す時に同じ穴にミシンを落とさなきゃいけないっていうね、もうコバがはみ出さないように気をつけるよりも何倍も面倒くさいことが起こるんですよね、そのミスしてしまうことによって。なので焦らずに薄塗りをしてよく乾かして
で気になるところはやすってって言って、でそれを2回3回って繰り返して、例えば3回で仕上がんないで薄塗りを重ねたことによって4回目に行ったとしても、まあ、縫い直すよりはよっぽど楽だよねっていう話なので、まあ、最後まで気を抜かずにちゃんと丁寧に作るっていうことが結局は一番近道だったりしますね。実はこれ前段側のコバね、後で一緒に仕上げようと思って8割ぐらいの出来で止めてたんですよね。なのでこれも一緒にコバ塗って仕上げていきます。これで無事完成しました。コバはね結局3回で仕上がりました。最後までご覧いただいてありがとうございました。ということでいかがでしたでしょうか。今回作ったのがこちらです。こんな感じでね、メインがブラウンで、アクセントにグリーンを入れてあると。で開けるとこんな感じです。まあ、パッと目に飛び込んでくるのはやっぱブラウンっていうよりもグリーンですよね。でこれがアクセントかなと思います。で今回身頃裏、ここの部分ね、ここもグリーンにすることでよりグリーンが強調されています。でお財布って基本的にはまあ閉じてる状態が多いと思うので、閉じた状態でもこのアクセントのグリーンがちゃんと見えるように、街のところもグリーンを使っています。でコバもグリーンですねっていう感じですね。でデザイン面というよりは作りの面でこだわった点としては、今回は製品全体を少し柔らかい雰囲気に仕上げたかったんですよ。ちょっと軽やかな雰囲気にしたかったんですよね。でそのために何したかっていうと、こういう前段とか、ね、見つけとか、まあ、いろんなパーツそれぞれをいつもよりも 0.1 ミリから 0.2 ミリちょっと薄くしました。で薄くして少し柔らかさを出した上で、身頃の表側だけは少し厚くしました。でそうするとどうなるかっていうと、こうパタンと閉じた時の安定感ですね、このパタンと閉じた時の安定感が増すっていうのと、あとはこれなんだろうな、伝わるかな、このパフっていう感じがあるんですよ、閉じるパフっていうね、この感じを出したかったんですよね。でそれプラス身頃なんですけど、今回、まあ、釣りっていうね、この身頃と身頃裏浮いてるんですよ。ここの部分は張り付いてないんですよね、プニプニしてるじゃないですか。でこういう風な作り方、もう一つベタ張りっていう作り方もあるんですけど、ベタ張りの場合はもうベタっと貼るので全面貼り合わせなので、まあ薄くは仕上げられるんですけど、この雰囲気は出ないんですよね。柔らかい雰囲気はもう少しパリッとした雰囲気になるんですよ。なのでまあ使い分けなんですよ、どっちがいいとかではないと思います。今回は全体的に軽くてなおかつちょっと柔らかい雰囲気っていうのを作りたかったので、釣りを使ってます。で釣りを使ってるお財布のね、僕の好きなところっていうのは、のり付けされてるのがこのぐるーり一周だけなので、このお財布の身頃身頃裏の間には基本的には空気が入ってるんですよ。なので押すと少しプシュッっていう感じになるんですよ。この感触が僕大好きなんですよ。なので今回はこれを使って仕上げてみました。みんなで用意どんで同じものを作り始めても、結局仕上がりはそれぞれ違うものになるっていうのは、やっぱ人それぞれの味付けが違うからっていうところだし、それがやっぱ個性だと思うんですよね。なのでまあいろいろな方法を試して自分が一番気持ちいいと思う作り方っていうのを見つけていくと、より楽しめるんじゃないかなと思います。今回の動画が面白かったよとか、少しでもためになったよっていう方は、ぜひ高評価とかチャンネル登録もお願いします。ということで今回は以上です。それでは皆さん、良い週末を、そして良い1週間をお過ごしください。また来週土曜日にお会いしましょう。ゾウ、アッピーだぜ。チュース。